ということでね、今日はゲストにね来てもらってるんですけれども、よっぴーさんです。よろしくお願いします。よよよろしくお願いします。お願いします。えっと、はい、ただまあね、私も、はい、新聞ポッドキャストを聞いてる人だと、よっぴーさんがご存知ないよという人もいるかもしれないんで、はい、ざっくり簡単に説明すると、はいえー、ウェブライター日本代表。 これいいっすか、レジェンド、レジェンド、まあまあ、古株です、古株ですけどね、私は初対面なんですけど、伊藤さん、奥山さんはね、それぞれに接点があるんですよね、はいう接点いや、あのね、すごく濃いったわけじゃないんですけれども、ずっとウェブ業界にいて、会社に来て、書き方をね教えてもらったりとか、会社ってどのとの会社バーフィールドの時かな、一度遊びに来てもらったりとかしたことがあって、ありま 書き方を。そうだ、そうライングの。そうそう、そうそう。ん偉そうなこと言いました、僕。え、でもね、そんな教えてもらうというよりかは、あどう、どうやってネタ探しすんですかみたいな話とかを。あった、ありました、た。そうそう、広さとかね、あの、ターゲットの広さとか、やっぱ深さとか、そういうこと、対象との近さとか、そういうのが大事ですよ、みたいな話をね、していただいたりとか。 ええ、なんか、すみません。相当結構なんか、こう、専門的な話すごい、すごい、専門的な話です。でもね、やっぱ匠の技だから、じゃあ分かったからってできるかっていうとね。これね、正味の話がですよ。やっぱりヨッピーさんのイメージっていうと、我々インターネット老人会的にはだ。ね。やっぱり下ネタでこう、だいぶ世を沸かせたっていうような感じもあるわけです。はい、はい、はい。うん。で、だけど、まあ、社会派の記事なんかも出してるっていう。最近はそういうのも多いかなっていう。そうですね。 いや、もう下ネタがで,できなくなってしまったんですよ。なんで子供が生まれたから。いや、子供が生まれたっていうのもあるし、まあ、世間の風潮ですかね。<laughs> 風潮、はい、風潮っていうといや、なんかもう、セクハラもダメですしね。あと、こういうのは不愉快だから。って 街中のその中ずり広告ですら、不愉快だって言って怒る人がいるわけですから、僕が書いてる記事なんか、不愉快をね、煮詰めたようなものですから、それはだめでしょっていう。<laughs> 本当にね、はい、ちょっとなかなか言うのもはばかられるようなことも、過去にはやってますよ、ね。そうですね。うん、ら。だから、自動の前でね、段ボール箱を腰のところにはめてね、はい、なんかいろいろこうやってみたね。<laughs> そっからもう言えないもんね。そうそうただ、あれですよ、あの,その、インターネット上に出してないというだけでですね、元気よく別にそういうことはしてますよ。あのあ ライター業ってのはウェブ以外にもいろいろあっじゃなくてですねあの下ネタはもう飲み会とかでも元気よくい媒体に載せないよってそうですこの間もツイッターで書かれてましたけれどもねはいあのヨッピーが裸踊りをしてる動画があるんだけどなって言ってる人がいたりしましてそういうことはそういうのは心当たり多数みたいなありますありますもう今でもありますはいそっかでも伊藤さんが聞いた話だとすごいなんかこう結構深い話だったそうなんか覚えてますか その時何話したか話今だか今一番印象に残ってるのは、うん、広さ深さ近さっていうその何広さ、はい、深さ近さっていやまあむちゃった単純な話であのどうやって数字を取るのかっていう話なんですけど、うん、広さっていうのはターゲットがの人口ですよ。人口。鳥取県で一番おいしいラーメン屋さんの、えー、記事より東京都で一番おいしい。 ラーメン屋さんんの記事読まれるんですよですなぜかというと人口が多いからた、ただただただそのだけの話で、うん、それは広さの概念ですね鳥取県は、ね、人口60万人ぐらいですから、ねそ、そうそうで、で、深さという概念は今度、それがどんだけこうその人にとってこう思い入れのあるものなのかとか、なんか、あのなんすかね、えーとど、どれだけその人が執着しているものなのかみたいな、より多くの人がたくさん執着しているものほど数字は単純に取れるというような、うん、<laughs> で、最後、近さという距離感の話ですね。うん まあえー、と近所で起こった事件の方がやっぱ当然、注目するんで、それは地球の裏側のブラジルの事件よりも、そう,そういううことですそうなんですよ、私、はい、特派員なんですよ、もと、はい、海外でね取材をしている記者だったんですけど、はい、まあね、国際のニュースって全然記事読まれないんですよね。ね、はい、うなんですよどうしたらいいですか、ねまあ <laughs> だからどうやって自分ごとにしてもらうかっていうのをまず考えていけなく <laughs>、ね、なってきたりとか、うん、まあそういう広さ深さこう距離感とかでんとなくこうその記事の良し悪しを判断するとこれは数字が取れるなとかこれは数字が取れないなとかそういう判断ができるんじゃないかっていう仮説です、はい、で実際にそれで数字を取ってきた僕は割とそうですねあそうなんですね、はい、だか企画段階でこういっぱい出てくるじゃないですかはいはいでどの企画がいいのかって考えた時にこれはちょっと広さが足りないなとかそういうのを何となく考えてう じゃあこれだと広さも深さも距離感もまあまあいいからじゃこれをやろうとかそういう感じで考えてやるというさすがに結構緻密にそこら辺は考えてるんですよか<感>ずっと勘でやってきたのを改めて言語化するとこうなのかなっていう感じですねなるほどね、はい、実際にそれででもねやっぱ多分ウェブライターって言ったらまあヨッピーさんが最初に頭に思いかぶってきた多いじゃないですかかんないですけどまあそうなんですか今、ねまあ、古いですからね僕古いいつ頃からやってる 多分ウェブライターっていう職業名が出来上がる前からですよ多分んなんで僕はテキストサイトって言ってそのねあのー、インターネットでいまいで言うブログみたいなのずっとやっててテキストサイト時代ありましたね、はい、僕は19とかからやってますから19歳え今何歳ですか今20え43です <laughs> 43、うん、ってことは二十何年も前ほ本当に黎明期ですねそうです1990年代ぐらいからもやってるんですか,、はい、からだからその 僕がやり始めた頃なんてそのインターネットで記事書いてお金もらえるみたいな時代でもなかったもんですからだからそういうのでお金をもらい始めて正規を立て始めたっていう意味だと割かし多分僕本当その辺で言うと割と第一人者っぽいポジションにはいるかもしれない最初は「何書いてたんですか <laughs> 最初おもころ」っていう今でもありますけど「おもころ」ってでも90年代とかないでしょいやあれいつだっけあれ2 0 2 0年 1年とかあ違う違う違うえっと2002年とか3年とかじゃないですか、ね、あそんな古いんですね多分確か<ー>確かほいじゃあまあ結構その頃からそういうバイトに書いてたとはいだ当時のオモコなんて原稿料1本2000円でしたよい<や> <laughs> 2000円, <laughs> 2000円てかでも出たんですよ、ね、<laughs> 出ましただけど月1本書いてたんですよ、うん、けどその毎月毎月2000円もらってもしょうがないから <laughs> 年に1回なんですよ 1回12月の末とかに、が今年じゃあ12本ヨッピー書いてるから、じゃあ2万4千円ね、みたいなこと言われて、<ー> 2>, 2万4千円もらって飲みに行くっていうだけの感じでしたねまあ副業というか、副業とかまあ遊びですよ、ね。遊びで,ね、で、しかも経費込みですから。じゃあもうマイナスですっ、ね、<laughs> 当然、マイナスなんですけど、まあまあ、楽しいからいいかっていうのをずっとやってる、ま、したじゃあ、本当にもう、キャリアが古い。まあ、古いですね、でもそれだけじゃないでしょう、多分もう今、ウェブライターで、稼げてるっていう意味だと、やっぱヨッピーさんなんじゃないですか。はい いやいや、そんなことないですよ。僕より稼いでる人いっぱいいるでしょう。本当に多分、多分。ああ<ー>。なんでうん、でも多分いますよ。<laughs> 僕より全然、その、すごいなと思う人いますかアルファ君とか。ああ、はいはいもうもう。彼はウェブライターっていうカテゴリーにしていいのかどうかもわかんないあ確かにそういうことやってらっしゃるんで、はい。いろいろその作家業に行く人とかもいますもん、ね。はいはいはい。うそうです。ちょっとわかんないですね。ごめんね。<laughs> ちょっとキャラが渋滞してないけど。あのー、奥山さんは、<laughs> どういうい関係なんですか僕はね結構付き合い古い気がしてて、うん、ウィズニュースできたばっかの頃にそれこそ勉強会にというかなんか劇を飛ばしに来てもらったた何、ね、ちょっと具体的に当時の渋谷にメディアラボがあったんですけどもそこに来てもらってそのもう8年7年前ぐらいですかね、うん、こうウェブをやらないと死ぬぞって。 なんか給与明細っていうかフリーだから厳選調子か <laughs> それをね <laughs> パワーポーで写してくれてちゃんとこれぐらい稼げるんだよって言ってウォー,ーってどよめいてでそこに来た人は割とその後ビウィズニュースに記事を書いてくれて、はい、非常にありがたい一日をまあ過ごしてもらった上で その後記事も書いてもらってて名作「前澤社長密着」っていう爆 <laughs>、はい、う「爆を稼いだルッポ」の記事だったりとか、うん、あと直近で言うと本当こう申し訳ないです私が、えー、移動というかサムライトに行くのに合わせてちょっとイベントをやらせていただいた時にゲストに来てもらってはい、はい、まああれから何年か経ったけどウェブメディアどうなるのかねみたいな話をさせていたんですね。 定期的になんかやってますそうですねちょこちょこはい。うん、お世話になりますよっぴんさんから見て奥<も>山さんってどういう人なんですかね、まあ、すごい真面目だなと思ってます <laughs> 真面目な人やな私は入社同期なんですよあ、そうなんですね、えー、でだからまあ古い付き合いっちゃ付き合いなんですけどね、はい、未だによくキャラクターがつかめてないんですけどねおなんかでも <laughs> 何年経ってんの <laughs> 23年経ってるね <laughs> こそでも編集長と変やるにはい、い,い,いい人なんじゃないですかね。えー、どういうい意味でそのテンションのアップダウンそんななさそうだしずっと低人もん。 という感じでしょう。あんまテンションのアップダウンある人が上にいるとしんどいですからね。あんまり具体性のないね、長所でしたけどね。ええ、それ劇を飛ばしに来てもらった時っていうのは、な朝日新聞の社員の前でってこと?。そうそうそう。あ、そうなん。いや、なんかね、そう、ウィズニュースに、要は記者の人にもっといっぱい書いてほしいんやみたいなことを奥山さんがおっしゃってて。じゃ、それを僕が煽りにいきますみたいな。感じでした。え、七年前とか?。もうできたばっかだから、そのくらい。記者なんかいた?。 なんか結局ねビジネス中の人が結構来て、うん、でまだ記者も何人かは来てくれたんですけどそこで来た人はもう本当に生々しい数字を前にこれは一丁が見せんといかんい <laughs> 気持ちになってくれたようなんですけどもああのそんなにインパクトのある給与明細だと給与明細でしたねこれはねなるほどね、はい、それじはもうここはちょっと夢があるなっていうそういう感じだったっけそこで一緒にトークセッションしたのは神場くんとかです ああ<ー>。後にバズフィード <laughs> バズフィードっちゃったんですよ今はダイヤモンドにいろいろしてんですけどはい<ー>とかとかなるほどねなんかいろいろ狭いよねまあね気づい最初からやっぱウェブかかってる人ってちょっとまあ共通項があるというか、うん、限られてるというそうですねプレイヤーが少ないですもんね、うん、なんか友達の友達ぐらいで業界の端から端まで行く感じですよねもうね、うん、プレイヤーがずっと少ないからうん ね、でもそれ、あれでしょう、記事の発注、発注をしたの、あの前澤さんの記事っていうのは。あれはなんか、ご提案いただいて、エウピーさんから<で>、そうです、そうです。めっちゃ面白いじゃないですか、つってやりましょうみたいな、はい、なんか、そんな長いです、ねうんうんそう。なんか前澤さんの密着記事って、まあ、受けるじゃないですか、きっと、朝から晩までずっと一緒にいるっていうの。<laughs> 受ける、面白いっていう、ね、そうそう、たぶん受けるだろうなっていうのがあって、はいはい、許可出たから、どこで書こうかなっていうのがあって、うん、で、じゃあ、ウィズニュースがいいやと、みたいな。 なんでいや、単純になんですかね、えっ、ー、と、ニュース寄りのほうがいいなとか思ったんですよね。で、配信先があったりとかあるじゃないですか。うん、まあ、単純に数字一番取れそうっていう感じですね。僕が普段書いてるところって、あんまり配信もしてないし、別にそのエンタメ系のメディアだったりするんで、<ー>そんなに強くないから。配信っていうのはヤフーニュースとか、多媒体に配信してるって。そう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 、そういうのもあるかなみたいな。なるほどね。はいうん、じゃあ、もうそんな話もらったらお喜びだね。で 最初もらった時は、うん、まあ前澤さんキャラクターなんですごいこうそのそれで押し切るような記事かなと思ってみたものの実際読み始めるとだんだんとなんかこう本質というかですね、うんうん、前澤さんを通したちょっとこうなんでしょうね僕が受け取ったのはそういう1代で成功したとされている人のなんか。 人間味みたいなところが最後の方現れ始めて、うん、なんか前田さんにとらわれないようなメッセージが着地として出たなと思ってすごく私はありがたいお仕事でしたかえ、うん、って何だっけなんか最初さと金持ちだと思ってまあ金持ちなんだけど結構カップラーメンみたいなの食ってるみたいなそういう感じのまあそのギャップとかまああり,ありがちっちゃありがちなこのあ<り> <laughs> まあ で一方で現代アートのむちゃくちゃ高いのがあったりとかなんかオークションに行ったりとか車高いのを買いに行こうとしたりとかっていうのでだんだんとこう気分を盛り上げておいてががっとなんか内面に迫っていくっていう場面展開、ねね、まで、あ。読んでもらえいないけど最後最後ってどうなのそれは。 最後は、うんあの「前田さんはわがままだよ」って言い放って終わるってうそう <laughs> 結論として「あんたはただのわがままです」って言って終わる <laughs> でもそうなんだも、うんこいつわがままだなって思いながら <laughs> 一緒に行ってほんとわがままのことばっかり言ってるなっていうなるほど、ね、結論でしたねああでもそこが人間味な、ね、人間味がありますね、うん、まあたまたま今ベンチャー的な会社で創業者的な人と働いていると。 まあ似たようなとこ感じる瞬間ありますね、うん、自分でゼロから事業を作って、うん、そこそこ育てたみたいな時には、まあ、何らかそういうキャラクターのこう暴走する面がないと物事動かないんだなとかうん、うん、それによってまあ変化も起こるし巻き込まれる人もいるしみたいなのは、うん、今はまあ前澤さんほどのレベルかどうかはあれかもしれないですけど、まあ、なるほど世の中こうできてるんだというのを感じております。うん いやあなたはさそのヨッピーさんライターとしてのヨッピーさんに編集者としてこう向き合うわけじゃんねはいどういうどうなのライターとしてめっちゃ大変でしたよ <laughs> 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 何が大変だった写真がクソ多かったんですかそういうことねいやでも全部意味があってあ、うん、あの作業としては本当こう UI というか、うん、そのユーザーがどういうふうに受け取るかっていうのを考えられて素材をガガッとこうまあ 提供していただけてるんで、うん、普通の記事に比べて写真とか多分、ほんと100倍ぐらいの <laughs> 枚数が来てですね。いや、俺だってあの記事で初めて多分、ウィズニュースって普通さ、全部1ページに1個の記事収めんじゃんね。はい、ページネーションみたいなのもしないじゃん。はい、だけどあれ、分かれてたよね。分かれましたね。あまりに長いから。あまりに長いから。<laughs> あと写真も多いから。<laughs> 多いから。特別だったね。あれぐらいですね、本当。うん、あでもユーザーのこう体験を考えて、 ページネーションするっていうのも結構初めての<笑><笑>だいたい数字狙いで <laughs> こ<れ>むしろ体験を阻害するだろうと、これ全部一歩にしちゃうと。そうなんです、うん、でわけだ。いや、でも写真の配置とか、うん、まあだいたい入りとかも、まあ今日、おそらく話題になる、最近書かれた、うんまあ、コーチの記事なんかも、やっぱ入りからちょっとこう、気持ちをつかむようなシーンがあったりとかですね。あ,<ー> <laughs> あ、そのお前じゃないですもん。<laughs> もうありましたね。え、どうやってつかんでたのあれは、ね、確かね、 遠くから走ってくるシーンをよく見るんですよ。た多分ゾゾスーツ着て出てたんですよ。あの丸の水いの着ぐるみみたいなやつの丸い点がついてそれを着ていきましたね。そうヨッピーさんって言えばやっぱりこのね、もう一時期は本当によっぴーさんフォロワー的なライターもいっぱいいたなって思うんですけど。 キャラが立ってる、はい、ヨッピーさんっていう人が結構前面に出てきて、はい、まあなんかこんにちはヨッピーですみたいなところに入って、はいはい、それでこうバーって話が進んでいくっていうタイプあれってでもそんな昔はなかったでしょなかったですねそれなんでそういう風うにしようと思ったんですかなんでそういう風にしようなんでなんですかね出た天才 <laughs> いやわかんない天才いやまあ単純にまず最初にまあヨッピーですっていうのは入れようと思ってたんですよそれはずっと前からそうで 僕テキストサイド時代から冒頭には絶対「こんにちはなんとかです」っていうあの,のをいつも使ってたんですよ、うん、自己紹介自己紹介でそれの中にはなんですかね嘘ばっかり書いてたんですよ、うんまあ、例えばわかんないですけど「まあ、こ,こんにちは」 ですかそうい往年の高田純次さんのね元気が出るというああいう感じですああいう感じです冒頭に嘘をつくのをずっとやって完全に世代限定のタッグをえばっちうびっしいとよくそういう嘘つくことをずっとやったから「こんにちはまるです」というフレーズが自分の中にも定着してっちゃってて原稿を書くとでは必ずそこから入っちゃうんですよねくせになっててだから「こんにちはヨッピーです」っていうのが入ったっていうだけの話ですね はい、でまあでもそれをずっと今もやってるやってますね大体、ね、はいそれはもうそういうもんだっていうか、ね、まあ僕自分なんかそういうもんなんでこれでいいやぐらいの<ー>あとまあやっぱ<も>冒頭に名乗っとかないと、はあ、なんかノイズになっちゃうというか何ですかねノイズ読んでってこの書いてるところ男の人か女の人かなんかどっちかよう分からんなっていう時ってない,ないですか わかんないですけどジェンダー問題とかって男の人が言ってんのか女の人が言ってんのかで受け取り方って変わってくるじゃないですか。なのにこれは書いてる人男だの女だのと思ってややこしいから自分の写真出しておいて私は写真載せててあこいつはおっさんだって分かるようになってるんですよ。はいうこの術どうですかやっぱり漫画の吹き出しみたいになってくスタイルあるじゃないですか。 やっぱあれは本当によっぴーさんががっちり確立した。違違違う違う違うあれは僕じゃないですあれはテキストサイト時代からやってる人がいましたよ。ああいう会話形式のやつは。うん、テキストサイトっていうその今でいうブログみたいな、うん、で文章だけでどうやってこう面白くするかみたいなのを競い合ってた時代がありまして、うんうん、そういうところではもう使われてた手法ではあります。そうですか、はい、うんなんかでもあのの時代の そのインターネットってテキストサイトが中心だったでしょ ?YouTube とかまだ全然ね、てか、多分存在してないのかな存在してないですね。動画はそんななかったし、せいぜいフラッシュでなんかね、やわらかくなった時代だから、そうです。そうすると、テキストでどうこうね、競うかみたいな、結構こう、ね、れつなとこあったじゃないですか。そこで自分が読まれようみたいなので、工夫とかってやっぱしたんで工夫、工夫は特にないんですけど、ただ、まあなんか、なんですかね、あの、本当、 ほんと書けないようなことばっかり書いてましたよ、下ネタばっかり。うん、そこが、はい、の結構最初からもうね、突き抜けてんなと思ってて、はいいやまあ、大好きなんです今でも大好きなんです、そういう <laughs> 下ネタが、うん、大好きですよ、そういうとこをこう包み隠さないですよね、はい、全然、何が恥ずかしいんだって僕は思ってますよ、それはじゃあ、もともとそういう芸風っていうとあれだけど、はい、そういうスタイルで、えー、子供の頃からやってきたそう,そうです、えー、最後まで聴いていただきまして、ありがとうございました。 よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔でした。